龍二にすげえありがとうなみたいに思うところ、上田がねありがとうなって思う瞬間があって、そのシーンがしがみついて何が悪いんだ、あ？お前は自分の夢を諦めずに頑張ってきただけだろうが。まあ龍二が結構うわーってそのちょっと落ちてるそのゆうすけに対してかけるが言うシーンがあったんだけど、はい、そこやった時に結構震えて、なんか心がね、なんかギラギラで、ね、こっちはやっぱねもらわないと結構いけないラインだったの、そのほとんどセリフがなかったからボロボロ泣きながらやれたね。めちゃくちゃ泣いてる。別に泣くシーンじゃないんだよね多分ね。だけどなんかそこまでなんかパスくれたから、なんか全然違うもんになったから、なんかいいレギュラーだったんじゃないかなってすごい思いますね。いい顔で泣いてました。可愛かった。はい、ありがとうございます。